あの、ふわふわパンに巻いてよな。Jangan main game samurai beneran, Bang. Sebelum kita mulai gamenya ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Hari ini kita pakai kayaknya Esugi lah, Esugi. Esugi. Jadi in respect. Ginohana, 守ってみせよ。父や兄の死を超えて強く育った上杉の大将、その根元に息吹義の目が一つ、乱世の嵐が上杉家に襲いかかる。上杉景勝は全てを守れるのか。大樹の書。Oke, kita tadi melawan Hojo, Hojo 2 kan, Hojo. Oke, kita lanjut ke chapter 4, Battle of Hashiro. Oh, ini yang mau ke Sekigahara tapi gak jadi. Mitsunari wa, Uesugi Shujuu no sasae niyo tte お市場を攻略。秀吉も北条の本拠小田原城を制圧し天下を統一する。だが秀吉の死後、天下は再び騒がしくなる。徳川家康と石田三成の対立が表面化したのである。上杉家は三成と協力し家康を挑発。家康が豊臣の天下を奪おうとしていると激しく弾劾した。業を煮やした家康は上杉討伐を敢行。上杉領の会津に向けて大軍を発した。家康到着前に徳川に着いた伊達や最上を討ち、家康の軍勢を三成と攻撃する。すべては三成、兼継、幸村、義の同志たちの計画通りだった。大樹の将、長谷堂の戦い。影勝様、ついにこの時が来ました。我らの義が天下人家康に勝利する瞬間です。まず上杉は家康が会津に到着する前に家康に組みする山犬ども最上伊達を駆逐いたします。その後三成は畿内で挙兵。これで家康を挙撃する体制が整います。上田では幸村が挙兵し徳川軍を撹乱いたします。家康は三方より攻撃を受ける形となります。心配ご無用にございまする。この戦、天下に義を見せつけるためのもの。義を世に示せば我らに同情する者も出ましょう。さすれば家康など敵ではありませぬ。まだ不安にござりまするか。いや、なれば義の花を咲かせよ、兼継。はは、今のお言葉、この兼継には何よりの宝。必ずや最上伊達を打ち破り、天下に義の花を咲かせてみせまする。うむ、久々やマッティ。いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとうございます。毎度ありがとう、毎度ありがとう、毎度ありがとう、毎度ありがとうございます。毎度ありがとう、毎度ありがとう、毎度ありがとう、毎度ありがとうございます。お札ベランティッガー、What? Set 10.
Tapi ini gak ada skill apa-apa. Ini ada bintang-bintang tapi gak ada skillnya. Ya, scroll, 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 scroll. Aha. ございました。ではラコ母がそば。最上勢のこもる長谷道場に進撃する。まずは前線の砦を制圧するのだ。Ini nama karakternya apa, Bang? Ayah. Nama Ayah, namanya Ayah. Jadi ini Clan Usugi. Ini namanya pakai Clan Usugi. Yukimura, Toki wo onajiku shite tatakau dou shiyou? Kato, soshite Gi no tenka wo tomo ni kizuku no da.見守ろう。世に義の花が咲く。俺も愛を見せるわ。ここぞここぞ。あやっ。分身が申し子の名に恥じぬか。少し愛を悟してしまう。そう、名前は悟愛だ。敵将討ち取ったり。
ダメだ、邪魔のところちょび。邪魔など嫌われよ。運非常に勝負いたせ。あお。あれねえよ、まだ無駄にあらやいな。敵将、討ち取ったり。もうダメだ。開門。ハゼ道場は目的だ。城は自首してみせる。やっぱさ。しまった。見つかったか。伊達の黒羽ばかりにはこんなところ。伊達勢も近くまで来ているようですね。影か。恥ずかしめぬよ。あちなみにやどうあるのかな。に恥じぬか。そしてまいよ。ウエスニーの勝負の気分。恥ずかしいね。撤退する。俺は見事なお手並み。いざ参らんねえ。敵将討ち取ったり戦闘ですね。敵将撃ち取った。ハセ道場制圧する。これで最上は下下も同然。いってねえ。関ヶ原の戦いにて水谷殿率いる西軍敗北。全て飲み食らってくれるわ。ワンチャーイリバニャー。これで家康様の天下は決まった。上杉よ、無駄な抵抗はやめよ。先生、僕は三つ目は負けた。ならば、この戦の意味。いや、もはや私が生きている意味です。いや、やかさやかしい。金継ぐ、お前も上杉も終わらぬ。被害を最小限にとどめきって南西の砦で勝利条件変更。敗北条件変更。
ち取ったり。ここぞここぞ。これも愛のなせる技。押してまいる。これは見事な技だ。解剖。ああ、いくらでもだね。盾の傭兵、最下孫一。バレなかったかと。止めに来たぜ。この言葉など嫌われよう。どうじゃまあ、ついても言うてやるのか。はい、ほら。戦争ですよ。さて、仕事はきっちり果たすぜ。頭に手を上げる。頭に手を上げる。ここぞここぞ。上杉の勝負の気風。恥ずかしめな。やるね。だが、マサノではそう簡単に。あいやーおいやー、私こっちや抜けないぜ。7で僕のバーターンゲットが南西の砦の前に打点タイミングだ。正宗を破らないように。あ、もうね、モリキタンゲだ。モリキタンゲだ。十郎率いる伊達の別動隊がいるな。攻撃を避けるため砦を封鎖せよ。金継ぐ殿、伊達勢の急襲を受けています。重沢山の南砦で封鎖できません。無心の申し込んだの恥に。あー、これ、ゆりちゃん黙ってば、てかじゃん。
Pak, itu disitu. Internet sudah tap 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 mantap. Thank you. Tekisho. Uchito utari. Okay, ならば迂回して追い詰めさせていただきます。伊達の騎馬鉄砲隊の力、刻と味わっ。Samurai Warrior efeknya memang keren dari dulu. Iya, bagus-bagus. Tetai suru. Sasuga desu ne. Gozo. Kok ini kejarannya itu risau itu mau apa? Kok ini pakai gula gitu? Ayo gula itu di belakang kau juga. Kiba Tepau Tai wah jatuh. Jaga, masih Date wah selesai. Selesai ni apa tu? Juri jokin, kengko. Kita nak kau jual itu berapa? Singa, mosi gono nani hajinuk. Oh ya, buka.ご無礼ながら、これより乱暴を働きます。ご覧ください。アンドアークス作戦。なんと素晴らしき戦果よ。少し愛を悟して差し上げました。ご覧なさい。ご覧なさい。ごめんなさい。みんなやめろ。大切な方を死ねません。少し愛を悟して差し上げました。マミアヤメママンタ。ルーマミ。上杉め、悠然と引き寄った。敵ながらあっぱれよ。三成よ。あれはまあまあ、でもまた。やった。あんた様のところは。私の義とは。金継ぐ。義の花は咲く。何度でも。あれ継ぐ、まあ、さっき、誰かだし。あんた、まき、おわら、あれ継ぐ、さも、かけ、いに、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 tiba-tiba musiknya hilang. Hilang. Ada sungguh bersedih karena Mitsunari tidak gagal mengalahkan dia ke Tokugawa. Mitsunari dan mati. Nasi, watashi wo nokoshite itte shimatta.なおや兼継ぐ、アセドウの撤退戦、まこと見事であったと聞く。は、
恐縮にございます。だが三成と通じ我らを挑発、伊達や最上と戦をした罪は重い。上杉は取り潰すべしとの声もある。こたびの乱全てこの兼続の一存、景勝様は預かりしろ。恐れながら家康様に申し上げる。こたびの上杉の行動、その責はこの景勝にあり、兼続ら上杉の将はただ己の義に従い我がために働いたに過ぎず、この景勝が首、そして彼らの義に免じ、兼続をはじめとする将の罪お許し願わしゅう。景勝様、なりませぬ。上杉景勝、無口と聞いておったが雄弁に語るではないか。この家康、お主ら主従の絆に打たれた。上杉は取り潰さぬ。The old moment and the blessed one. Kojuro, kedatangan kaki kato. Shisha no yakume, taigi. Date wa Sendai han, Uesugi wa Yonezawa han. Kore kara wa tomo ni Oshu wo mori tatete ikereba to. Ara ara, dono kuchi ga sono you na koto o. Ara ara. Tenka no gi o fumi nijiri.あらあらの生まれに生まれたんや。母上、言葉が。これはこれは老婦人、人海の心配は無用でございます。安心して魔界にお戻りいただき、二度と現れませぬよう。命知らずな。まあうろたえたことを。眼鏡を叩き割ればその口の悪さも治るでしょうか。母上、もうこの眼鏡の価値がわからないとは。老婦人には老眼鏡が必要でございますね。あらあら、あれとお揃いにしたいのですか。自分の分を思い出させてあげるのも愛ですね。愛です。金継ぐ